誰でも人には言えない楽しみを持っていて、そのささやかな時間の中で日々なんとかけなげに生きている。彼女の場合、その楽しみがたまたま縄だった。1月16日、本格的な自爆道具を購入。初の縄のなめしを始める。立花、部下のやる気に拍車をかけるのもお前の仕事だよ。ほんと立花主任ってさ、真面目なだけで融通きかないから疲れんのよね。もう仕事しなくていいから、せめて邪魔だけはしないでくんないか。縄を仕込んで出かけてみました。それロープしてんの？はい。全てを見られて白日のもとにさらされてしまいたい。いるよ。女が変態ってありえないでしょ。待ちなさい君。どうせ君みたいな凡庸な人間は大した人生を送れないんだよ。R18 文学賞ボリューム1、自情自爆の私。もうやめる気はさらさらありません。Hear the sound of thunder, don't you get too scared. Just grab your thunder buddy and say these magic words. You thunder, you can suck my... You can't give me thunder, cause you're just God's fudge. You can't